らはネクスコ東日本です。午後8時15分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに関越道を東京方面へ走行中の方にお知らせします。この先本庄小玉インターまでの区間で雨が降っています。次に川越インターから練馬インターまでの区間で雨が降っています。続いて上信越道を長野方面へ向かわれる方にお知らせします。藤岡ジャンクションから佐久インターまでの区間で雨が降っています。引き続き関越道を新潟方面へ走行中の方にお知らせします。この先渋川伊香保インターまでの区間で雨が降っています。ハイウェイラジオ関越道前橋よりお伝えしました。あなたに10分です。